こんにちは。やっぴょー、ルナぴょー見えたね。見えましたね。ルナぴょー、あ、言っちゃった。言っちゃった。私がルナぴょーって言っちゃったから。こんにちは。ハートありがとう。板チョコ集めてます。出せー。出て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 。イエーイ。くれました。仲良きです。だいぶ元気になりました。今は点滴生活は終わり、いろいろいろんな野菜を、フードプロセッサーで野菜と鶏肉とこう砕いて揚げてます。もうフードプロセッサーだからほぼほぼ流動食ぐらいの柔らかさなんですけど、でもまあ普通に美味しいもの普通に美味しいと思う。ブロッコリーとか人参と鶏肉、さつまいもとかをガーってプロセッサーで混ぜてペーストにして、それを普通にバクバク立ててくれてます。いつものコント。配信のタイム、イエーイ。眠っぴょすぎて爆睡してた。おはよう。おはよう、はい、お疲れ様。誰だ誰だ、これ名前長いぞ。ファンレベジーおめでとう。107人目ウィーバーエイオさん。そう、まだ内臓をガーって使うのがあんまり良くないので、そう、流動食になっております。お腹に優しいご飯を食べております。いい子にしておりますいい子にしてるのかな。映んない。あ、チリさんありがとう。あれ歌おうと思ってさ、さっきの配信でハピチョコ覚えてきたの。覚えたのにショールームに入ってなくて歌えなかった。残念。突然のチリプレハピチョコ、ハピチョコ歌いたかったのに。で、迷い子さんがショールームにハピチョコの曲を申請してくれたっていう最初の配信でした。今日は3回目の配信です。2回目の配信はですね、もう10分ぐらいで終わったんですね。ただラーメンを食べるだけの本当に一瞬の配信でした。好き好き好き甘い、あ、そうそうそう、うんと甘い、なーになーにを歌いたくて、なーになーにっていうセリフがあるんですけど、そう、みんな配信中なーになーにとか言ってるから、え、なんか歌いたくなってきたと思って、そう、超ノリノリで探したらなかったです。朝からいちご、わーいいなー、いちごでも朝にフルーツって、それもさ、田中みな実さんのような素晴らしい生活じゃない。田中みな実さんやん。朝にフルーツ取れば酵素だからな。なーになー、この確かに語呂はぴったりですね。なーになーに、突然の天候で、これ歌いたいんだよね。シークレット、ベースさんのなんて曲これ、ララ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 ラ、あった、さっきまでこれ聞いてた、ちょっとだけだけど。あ、シークレットベースが曲名なんだ。そういう方たちが歌ってくるのかと思った。レタさんありがとう。今日はね、トウモロコシも引いてちゃう。ああ、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望忘れない、10年後の8月まで会えるのを信じて、最高の思い出を
ゾーンさんなのね。愛は降ってそうか、帰り道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。ああ花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なく、ああ風が時間とともに流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望忘れない。10年後の8月また出会えるのを信じて、君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ。涙こらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の終わっちゃうから、ああ太陽と月仲良くして、悲しくて嬉しくて喧嘩もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中。君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を突然の頑張る天候でどうしようもなく手紙書くよ、電話もするよ、忘れないでね僕のことを。君と夏の終わりずっと話して夕日見てから星眺め、君の頬を流れた涙はずっと忘れない。君が最後まで大きく手を振ってたこときっと忘れない。だからこうして夢の中ずっと永遠、忘れない。10年後の8月また出会えるのを信じて、君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ。涙こらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を、最高の分かんないとこたくさんなんですけど、ちょっと分かる範囲で歌ってみました。いつもさ、これサビしか歌えなくて、最初のとことかどんな感じなんだろうと思ってたから、そう、さっきバーって聞いてみました。ありがとうございます。キラキラありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、褒めてくれました。ジューズ。ハッピー新年。なんけ。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ほっ。ほっ。こんばんは。トイちゃん、ありがとう。ハッピー新年。現在25位。
で、伊藤ディスコ、そして板チョコランキングはドゥ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 4位です。3位まで500個ほどです。なんか500、400個ぐらい近づいてます。ありがとうございます。3回目配信でございます。ディスコン、ディスコン、ディスコン、コンコン。さっきにじちゃんと順位が並んでたんだけど、にじちゃんが今ずっと多分配信してるね。にじちゃん1回でめっちゃ長く配信してるね。私は分けるタイプです。豆もちさんはフォローして気づいたんですけど、多分お昼と10時からの2回なんだろうね。豆もちさんこんばんは。よいしょよいしょよいしょ、じゃん。 V ラインのトウモロコシ入れちゃう、これめっちゃ好きなんだよね。うんうん、この衣装買ってよかった。ずっと着てる。さっきラーメン食べてるときはね、さすがにねこれね脱いだラーメン食べながらこの衣装はちょっと違うかなと思って。チキンさんこんにちは。これも買ってみました。コンビニにあるなんか配信中にチョコっぽいもの欲しいなと思って。今日2回目だから、違う3回目だから、1回目の配信の人も来てる。もう3回目の人はもうこれ3回見せられてると思うんですけど私の中のチロルチョコってすごいこれのイメージが強くて、でも私はねきなこ餅っていうあのチロルチョコのシリーズ好きなんですよね。背景と合ってるでしょ。でもさ、ちょっとさ、背景さ開いてきてない？あのドア。スコチョコレート、スコチョコレート。なんかちょっとずつドア開いてきたんだけど。その強いの缶持ってる。可愛いよね。何入れてるんですか？宝物に入れられそう。ちょっと扉閉めよう。チョコレートディスコ、きなこめっちゃ美味しい。袋入りのやつって全部同じ味ですか？扉のところをセロハンテープ貼ったら、え、怖い話、扉、え、私怖い話してた？え、わかるかな、バレる、バレなくない？よし、もうちょっと貼っとこう。え、はい、はっ、え、そう、窓窓窓窓窓窓窓、補強補強。どうですか、ここら辺かな、なんか窓開きがち。よし、これで、あ、いいじゃん、よかった。ダウンする女の子今日ね、もう配信3回目で2回と1回目かな、結構ほんとずっと歌っててね、ふーって1回目の配信で疲れた。いきなり窓がバタンと開くかもしれない。どこ行ったっけ、タイムカプセルやね、タイムカプセル郵便そう、確定申告も一段落し、イエーイって気分です。 YouTube 作るぞって気分。でもその YouTube 作るぞと思って、その一部のところをファンクラブの方の、タイムラインにね切って載せたので、ぜひなこみファンクラブへおいでください。何入れてたっけ、どこ行ったっけこんにちは、初見さん、ぜひコメントフォロー待ってます。動画ね、たくさん撮ってもらったんですよ。私は撮影してたから、その
アオさんとラスフリットさん、でもラスフリットさんだね撮影は。ちょっとねずっと撮ってもらってて、すごいたくさん動画あってね、どう使おうかなって迷う。マネージャーさんの声がふふふって入ってたけどふふふって入っちゃって、まあいいかと思って切るか迷ったけど、まあこれもちょっと臨場感あるかなと思って。オンライブに、全部垂れ流しでも構いない。いやーやばいやばいいやーちょっとね、その動画の中でもまあまあなんか気抜けた顔してないところを激戦してねやろうと思ってますなんか昔さ YouTube さん、お願いしてたじゃないですか。してたんですよ、編集を一時期。いつ頃？本当に結構前だよね。 その時はもうさ、もうただたださ何十分ものやつをポンって送ったらもうできたのを渡されるって感じだったんだけど、まあ、あーでもこの変な顔のとこだけ切り取りたいなとかすごい思ってたのよ足つぼとか結構たくさんあるよね。足つぼの頃です。あ、ももさんありがとう。レベ20おめでとうございます。そう、本当にね、微妙なね差なんだけど、自分の中ではね、そう、山形 YouTube とかもそうよ、結構ね切ってるご飯パクって食べてる時もなんかここ持ってきてあーって変な顔してる時はあのね、切ってパクってした瞬間に動画つなげたりね、そういう細かいちょっとしたこだわりがねできるね。もうもうももう海、まあね他の人からしたら別に何も気になんないやみたいなことなんだろうけど、自分の中では気になるみたいなね。全然海じゃないわ。できた。あ、なんか今度めっちゃ半目で喋ってるわとかね意外とあるんだよ。ちゃんと目プチってしてね喋んないとね眠。あのさ山形 YouTube とかね朝だったからね。もう海さんありがとうございます。これは海です。ありがとう。チョコレートディスコありがとうございます。山形 YouTube Vlog は正月のやつね、めっちゃ朝撮ってからのどんどんこう目が開いてくのだから時間がね経つにつれて、だから動画の最後の方の編集の方だとちゃんと寝起きじゃなくて目がパッチリしてるんだけど、本当はそれを動画の最初持ってきたいけどね、流れおかしくなっちゃうから、だから個人的な顔のなんかコンディション的には逆回しにしてほしいみきちゃんありがとう。チョコレートありがとうございます。ハトもありがとう。寝起きのねこんにゃく体に優しいです。ももさんレベ20おめでとうございます。チョコレートソングです。知ってる？ノイミーさん私あんまりわかんないんだよね。逆再生したらなんか呪いの音楽かかるかもあるよね、逆再生したらなんかめっちゃ怖いこれみたいな。見たことないけどそう、だんだん目が開いてく YouTube です。でも寝起きの顔とさ、それから
ご飯食べて2時間ぐらいした時の顔って本当に別人レベルでさ、顔違くてさ、あの中高の時とか私すごいそれ嫌で、あの学校に行って、でまあ10分20分前ぐらいに着くのね、その学校始まる時間の10分20分前に着いて、なんかこう鏡があるところがあるんだけど普通の洗面台みたいなところね、行ってもうめっちゃもう10分ぐらい顔をこんなん一人でガーってして教室に行くっていうそれぐらい顔やばくて、目かな、こことかかな、こうやってずっと流して、日によってさすごい目重すぎてさ一重みたいな感じがもうここにもうまぶたにめっちゃ水分溜まって、これをギャーってずっと流して10分ぐらいでパチッてしてよしってなって教室に入るっていう子でしたそう、でも中高でそんな気にしてるのなんて結構今思うと美容家だなと思わん、美容じゃないんだけどなるべく可愛い姿でいたいなって、なんかその時から思ってたような気がするな。今日の二つ湯中学ね、今日の二つ湯はなんか自分で結んでたんだけど右が高い気がするみたいな、ちょっと結び直そうみたい なんか移動中に髪の毛アホ毛出てるみたいな、でこうやって一回ちょっと濡らして結び直したりとかしてたけど、みんなどうしない？中高の時ってそんなに気にしなかった？むしろ私今よりずっと気になってたかも、思ってるよりさ早くさ。でもさ周りでさ、なんか前髪の調子をきれいにしたいだけで1時間前に起きてたみたいな子もいたし、前髪だけで30分朝早く起きてますとかいた。だから意外と私そんな気にしてたはいたと思ってたんだけど、まあ、それそうほどじゃないんだなと思ったり。アイドル前髪ってあるじゃん、なんか3、7、3、7みたいな、この分け目もさ、なんかちょっと違うと思ったらさもう学校行きたくないとかすごいあったな。あ、またすごい話変わるんだけど、友達に滝行誘われて予約するんだけど一緒にどう言われて断った。断りました。こんばんは。滝行断りました、ちょっと無理かもってって言って、行かないの前提で誘ってるよって言われて、前髪は精神なんて、その通り。私絶対次の日風邪ひいて、私風邪長引くタイプだから本当にちょっと体調的に風邪ひきたくないからいいやって言って、だってね配信も毎日配信できなくなるよ絶対。私風邪ひいたら、滝の風邪って結構重そうじゃない？3日は絶対に風邪ひく、絶対もう分かってる。滝山杉花粉もあるしね。そう、温泉とかだったらね行くって言ってたけど、ちょっとね滝はね、風はちょっとなんかさ、この年でさスノボするのもさみんなちょっとためらうって言うじゃんね。スノボって一番足怪我するから、それと同じ匂いがする同じ匂い。いやめっちゃ風邪ひきやすい。めっちゃ寒いとことか
寒暖差がすごい苦手で、あの自分でさ調節するからそこまで引かないよ。あのだからベイマックスみたいな格好で冬はもちろん一日中過ごすし、夏はまあ大丈夫かも。夏は大丈夫、あのそんなに炎天下の下にいないぐらいの、なるべくすぐにお店入っちゃうとかね。痛いんだ痛いんだ。え、滝行したことあんのようさん。そう、ベイマックスですベイマックス7個ですね。調節できるんだよね。まあね、なるべく外に出ないとか、まあできるっちゃできるけどね。滝行は修行やわ。そうだよね。いやでも風邪ひくもん。え、なんか悪いものを流すのって、なんか流したいことあるのって聞いたら、罪って言ってた。罪、あのあれよ、罪って言ってた。なんかよくわかんないから聞かなかったけど、へえ行かないって、アフタヌーンティーのお誘いなら待ってまーすって言っといたけど、罪ってなんだろうと思って、なんかね、私3人で仲良しの地元のお友達がいてね、何の罪何の罪へえと思って、何よ、終わりですの声が聞こえない。へえ、いや修行だね、修行すぎる。ベイマックスなんかさ、その仲良しの2人組はどっちも170センチあるのね。だから私たちは多分滝にも耐えられるけど、多分私ナナさんって言われてるんだけど、多分ナナさんは滝に潰れそうだもんねって言われて、よくお分かりでって鋼の肩幅とかなんか言ってたわそんなに背は高いけど、そんな肩幅あるイメージなかったんだけどっていう、断りましたが、そんな話があります。こんばんは、どうもです。初見さん、三浦さん、こんばんは。150、なんか背ちっちゃくなりそうだね。ガーあーみたいな。私は滝に耐えられなさそうって言われた。よくお分かりと思って私たちは屈強だから大丈夫だよって言ってね。え、私の周りなんかペイちゃんもそうだけど、アクティブで体強い子が本当に多い気がする。アクティブ、うん、アウトドア、あ、肩こりちょっといいな、最高だな。え、滝でもさ若干縮みそうじゃない？え、わかんない。え、でもありそう。こっからこうなりそう。いやだってこうなってこうなるじゃんえ、どうなのよ、ちょっと検索してみて。あー、四方も強す、確かに。あのもう風邪ひかなかったらいいのよ私も風邪ひかなかったらね、水泳もせっかく習ってたしさ、ワンチャン溺れてもね泳ぎ消えるかなとか思うんだけど、ちょっとね風がね、やだ本当に。あのお酒もそう、お酒もあのちょっと美味しいたしなむぐらいはすごいいいんだけど、それ以上に次の日に響くとか気持ち悪くなるとかなったらもう嫌だ。なんかその日はその日で終わりたいその日はその日、滝もその日はその日でもう全てパッて終わったらいいんだけどね。いやそうなんだよ、温泉の方がいいのよあー最高、温泉の私、いやそれですよ、それ誘ってほしい。その一個前に誘ってくれたのはあの馬だよね。馬、海沿いの馬で歩こうと思うんだけどって言われて、それも行かなかったな。ちょっとそろそろ行けるものを提案してほしいんだけど全部ダメだ。リセットボタン怖い、何それ、どうなるの、リセットボタン。マッシュルハマりすぎて結構見ちゃったわ、最後まで見ないと。じゃん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 、滝
しよう。でも女の子でする人いなくない？なんかね、バーバラさんとかさ、ね、チリさんも言ってたよね。ね、男性の方だったらなんかまあ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 、なんかちょっとさネタでさ面白いしさ、でもなんか滝行自体多分清められるしいいことだしさ、なんかいいなと思うんだけど、でも女の子でね滝あのね番組じゃないさ番組じゃないさって、まさか誘われる日が来るとは思わんかったわ。みんな番組ですらいやいやいやって言ってさ、ほぼさいやって言って断るんさ、自らさね、あかねんぐらいじゃない、あかねんとかもなんか一人で言ってそうなんか言ってそうだよね。チリさんレベ28おめでとう。三浦さんフォローありがとうございます。あ、撮影係なんだ。あ、そうなんだ。せっかく行ったのにせっかく行ったらした方がいいよ。あ、ほんと？女性の方もいる。なんかでも、なんか昔 TikTok で見たかも。滝行検索したことあるわ、昔。女性の方。なんか人間関係を切りたくてみたいな。あったな。ちょっと深いやつだったわ。あかねん番組出てた。それ以外でも言ってそう。あ、いいです。チリさんはどんな理由で辞めた？でもさ、私さ、普通にそういう、何？神社とか、神社、お寺とか、パワースポット、すごいいいなと思う。あんま行ったことないけど、機会があればめちゃめちゃ行きたいし、滝じゃなかったらパワースポット行ったんだけどね、悔しい。今カネの話したね、ちょうど感じあー、観光客ね。でも私観光でさ、そういう体張る系してさ、最終日とかだったらまだいいかも。1日目から滝してさ、残りの旅行を台無しにするとかありそう。みんなそんな風邪ひかないのかな。風邪ひかんかった？企業飲みに誘ったらその日滝に行くって言うからやばいね。元一人で行こうと思ってたの？一人で行こうと思った？それはついていったら優しいじゃん。一人で滝は極めてるねなんか友達と一緒にみんなでさわーいって感じで行くイメージだったんだけど、マジで？お、すごいね。一人で行こうと思ったらすごい、超アクティブ。拍手。私が一人で韓国旅行行こうと思うよりも、一人で滝行こうと思う方が多分ハードル高いと思う。国またぐより私的に滝の方がハードル高い。おお、来月初体験、マジか。私も行っとけばよかったとか言わないよ、でも言いませんね。まだ多分申し込みもしてないし、ちょうど昨日かな誘われたから、今日かな誘われたばっかだから、まだ行こうと思えば行けるでしょうけど、ちょっと私は控えさせてねえ、そうだよね。たかさんチョコレートありがとう。面白いな。まさか誘われるとは思わんかったな。もしかしたら私のお友達も滝浴びてるかもしんない。なんかでかい女二人いたらね、友達ですよ多分そう、足湯、浴衣、足湯、その通りのりじいさん、キャンディー、アーさん、ハートありがとう。それほどガチな、怖い。なんかいそうだね、こう。でもいいものも飛んでそう。大丈夫いやー、でも私も体強かったら行きたいけどな。
うん、あともう一歩なんだよね。あの山で結構痛い目見たんだよね、ペイちゃんの山ペイちゃんの山で結構痛い目見て、あれ行かんかったらもしかしたら山とか森とかもそんなに怖いなと思わんかったんだけど、ちょっとね初めての山でね、木曽駒ヶ岳のキャンプはね本当に死ぬんじゃないかなと思ったの。だってさ背中にさあのなんか10キロぐらいのもの背負って山登ると思わんしさ、ちょっとバランスちょっとこうなったら全部横にガーンっていくの、やばいよ、やばいの。山怖いよ、初めてであれはやばい、よくやばいよ。動画いっぱい回したかったの、写真とかもうなんかね撮ってる暇なんてないなと思ったし、しかも食べ物を何も持ってかないのアホだったし、飲み物もこれ1本この1本で2日間、やばくない？水も売ってないの上、アホだよね、死ぬ死ぬでもこれ以上の水はもう重すぎて持てないと思ったの。いや本当に準備ほぼゼロみたいな状態で行ってさ、やばかった。でもねやっぱねペイちゃん体強いんよ、なんか一切さ本当に最初から最後まで全部楽しんでたし、すごい。もうそのおかげでね私もなんか辛かったけど辛かったけど、あ楽しそうって思って楽しめたね。うん、すごかったな。何もなくてよかった。いやほんとね、ほんとね、私ハイキングだと思った。でもハイキングでなんかこんな10キロぐらいのあのテント持つわけないよなと思いながら。ね、靴は借りたんかな。でもちゃんとね服と靴はねハイキング屋さんじゃない、登山屋さんみたいなところに行って、いやでもね基礎体力、私ね持久力だけはね本当に自信があるんだよ。だけどどうなんだろう、でも急にさ10キロのものをさずっと持つっていうのが厳しかったな。何も持たなかったらいけたんだけどな、どうだろう持たなくてもしんどい。だってさまさかにさ危険感じた、そろそろ死ぬんかなって思った、やばい。なんか登るっていうか足で登るんじゃなくて手使わないと こんなさもうさ何してるんやろうと思ったもん。いやー山形だから割と自然には強いと思ってたけど、そんなことなかったわ、ね、もし一人で行ったらもうねもう荷物持った玄関で諦めた。持久力だけでは辛い、なんかね気持ち精神面大事、精神面こうやって隣さすれ違う人はさファイトハーとかさもうすごい言ってくれるんだけどさ、あれないと多分お互い登れないっていうの分かってるからさ言ってくれるんだと思う。私も帰り言わんかったけど言えばよかった、ちょっとコミュ障を発揮して言えなかったけど一発ドクターフィッシュちょっと怖いかも、ちょっと怖い。ドクターフィッシュの魚をあんまり見たことないんだけどちょっと怖いな。いやー心がね鍛えられました。でもダイヤモンドヘッドもなんかなんだっけな、すごい10センチぐらいのサンダルで登ったからねヒール10センチの
メリージェニーっていうリボンがめちゃめちゃたくさんわーっていっぱいついてるやつで、ダイヤモンドヘッドペイちゃんと登って、もうでペイちゃん普通の言って普通のスニーカーだったから、あいいなと思いながら、10センチのヒールでハワイで山登ったのも謎の思い出あの時も死ぬかなと思いながらね登った。あらら、いやでも10キロってやばいよね。私の体重の4.5、わかんないいい思い出、やばいよ。水族館のところ本当、ドクターフィッシュのさ、そのさ水槽ってさ、その水槽の水って綺麗なの？なんか私さ金魚ずっと飼っててさ、あの金魚のあの水槽の水ってあの秒ですごい汚くなるんだよ。だからさ、金魚とはまた違うんかな、その魚の入った水ってのがちょっと怖いんだよね。10センチのヒールね、生きててよかった。でもなんか私あれだと思ったの、あの全部一周も歩かないと思ったの一周もあのなんていうの、なんかバスとかで通るんかなと思ったんだけど、そんなことなかった。途中まで車で行って、そっからなんか登るよーんって、何にも1ミリも調べてなかったからね、よく足くじかなかったね。なんかそれも計画して登ったんじゃなくて、多分あっちに着いて何したいって言って、なんか山行きたいみたいな、それぐらいの気持ちだったから、まさかね山登る前提で旅行も組んでないからね、10センチのね厚底サンダルでしたね。ね、くじかなかったね。杖、山登りのあの杖とかね、あるとでも全然違うね。ザッてめっちゃもう土にさガンって刺しながら歩くあれめっちゃいい。ケンケンさんチョコレートありがとう、生きててよかったでも普通の靴と普通のあの登山用の靴と登山用のお洋服で行ってもダメなもんはダメだと思ったけど、でも私がやっぱね10キロね担ぎながらね歩くってのはね、多分ね普通の道でもね無理だなと思った。普通の道歩くだけで、その山の麓にまで行くまでで死んじゃうわって言ってたから、もうね登り始めたらね心がね無怪我さえなければ準備しても準備しない。あ、なんかすごいポジティブ、ありがとう、元気出た元気出ました。ダダ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 、ただいま。準備なんて気が合ってない。イエーイ。でもね、今はね、もう無理かも。あの時はね、ラッキーと若さがあった。ダイヤモンドヘッドは。山頂からヘリで運ばれてる人いたって。でもね、あの時、多分、どうなんだろう。どうなんだろう。若かったって言って、今も別に若いけどな。でもそしたらバーバラさん持ったら1人10キロだから20キロぐらい持つことになるよ。やばいよ。
多分ひっくり返るよ。10キロでも私ね、ちょっとねリュックトンってされたらわーってひっくり返るもん。ひっくり返る、やばい、パワー、すごい。まあ滝受けてるだけあるわ、さすがです。滝ってここに何キロのさ重みが来るんだろうね。上手にスマイルできるね、こんな時は努力が必要さ、可愛くスマイルしててね、街中に君を見せびらかすから。こんばんは。山はでもねなんとなく登れるけど、海の方がダメなんだよね。どうしよう、普通みんな山か海どっちが好きって言うけど、やばいね。海もね見てるとね、なんかねこの波で酔ってくるんだよね、やばい。見てる分にはどっちも好きなんだけどね。潜る、なんか昔したけどな、昔したけど、ちゃんとめっちゃ地中深くに潜ったことはないや。あのめっちゃ軽くここまでぐらいはね潜って魚見たりとかはしたんだけど、それは楽しかった。でもあの自力で 歩いて進んだりしてないんだよね。あ、サイクリング最高。でもサイクリングやったことないな、普通に違うのかな。でもいい自転車じゃないと痛くなりそうだね、体ね。ちゃんとさサドルの位置がさめっちゃこう高いやつじゃないと。潜ってなんか貝取りたいけどね、私貝貝取りたい、ホタテ取りたい。いつでもスマイルしててねでした。なんか流行りの曲、流行りの曲思い出せないな。こんばんは。捕まっちゃう？サドルが小さくて座ってると、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。いい自転車なのに。なるべく痛くないチャリがいいよね。やっぱ今時はループなのかもしれない。乗ったことないけど。こんばんは。ちょうど12時までにしようかな。あまさんってすごいよね。もう髪の毛のさ、治安どうしようもなさそうじゃない。一回をさね、塩水海入っただけでもバリッバリになるんさ。グーさんチョコレートありがとう。最高。ワカサギ釣って天ぷら、あ、釣りいいな。私釣りは最高かも。釣りしたい。でもビチビチ動くお魚ガッて捕まえれるかな。軍手してればいけるかも。マイコさんありがとう。24時までします。すごい、107人、フォロワーさん3433人、3500人行きたいな。お、ルームレベル見て、私のルームレベルをご覧ください。
ご覧ください。ジャスパー、ジャスパーって何、あれ書き方忘れた。あら嬉しいわ嬉しいな。24時まで、よし、バスデー。あ、魚おろしてほしい、最高、最高だな。3枚おろししてほしい福地さんありがとう。この曲有名そうだと思ったけど聞いたことなかった。釣り大会磁石でパク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 ってしてるさ、これぐらいのちっちゃい大きさのやつにさ、こうやって垂らしてさ、カチャってしてさ、シュッて取るおもちゃ家にありましたわ。すごい、めちゃめちゃ今セリフ出てきてて私の顔見えない。バスでまだ今んとこ決まってないんですよ。決まったらすぐに教えますね。何かしたいな、まあ、本当はね事務所の方でねやっていただければ一番いいんだけど。この曲懐かしいの？あ、これね、あの釣りね。生きてる魚なんやけ、すぐ釣って食べて、だって生きてる魚をそのまま食べれるってことよね、よねって私あれ食べたい、なんかエビがさ動いてるさ、をさパーって食べたい。エビとイカ、なんかそういうのさ北海道かな見た気がする。北海道のめちゃめちゃ新鮮なイカをもう生きてる時に、ちょっとかわいそうだけどね、かわいそうですが、それが一番おいしいんだよね。おいしいよねモフモフの動物系はちょっと本当にダメなんだけど、ちょっとねお魚さんは食べたいんですね言って言うて牛も豚さんもすっごいかわいいんだけど食べちゃうんですけど。踊り食い食べたい、おこだて食べたい、いいな、超食べたい。北海道ですか、うん、あら、いつなんだろう、ちょっとワンオンワントークのとこでどういったん教えて。便利便利。羊も超かわいいよね。え、でも私最近かわいいなと思うのはね牛、牛、え、でもね豚もかわいい、羊はもうねかわいいの知ってたの。でも牛と豚もなんかさ、豚をさ家で飼ってる人 TikTok の中でいらっしゃって、なんかもう豚めっちゃ可愛いと思って、でも牛もさ、牛も TikTok で見るめっちゃ可愛いんだよね牛もさ。なんかまつげがさキリンみたいな目のしてる動物すごい好き。なんかめっちゃ目大きくてさ、まつげがバサーってなってさ、意外と牛もそっち系のお目目してるの、目めっちゃ大きくてまつげバサーって超かわいい。いや意外と牛さん目大きかったりするんだよね。マツパ、え眉毛いったらマツパ、ちょっとマツパは違う気するわ眉毛でもいいと思う。ナイスナイス、めっちゃ変わりそう。なんか男性の方って本当にそれまたインスタとか TikTok でさ最近見たんだよね、すっごいもうびっくりするぐらいさこうイメージチェンジする人
美容師さんいるよね。なんかすっごいもう髪の毛ボサーって感じで、もうボサーボサーって感じだった人が急になんか美容室終わって3、2、1みたいになったらキラ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 ってなってる。すごい、マジで美容師さんってすごいなと思った。髪の毛の、ま、髪の毛と多分眉毛とかもやってくれるんだろうね。可能性無限大だなと思った。ダメダメダメ、青いからこ可愛いけどね。え、でも本当に美容師さんの垢抜けのあのすごい、めっちゃ感動した。牛タン食べちゃう、大好き大好きです。でも牛さん待ちパしなくてもね、もうねブワーってなってる、上がってる。なんか女の子のそのビフォーアフター垢抜け美容師さんのやつもはずっといっぱい見たことあったんだけど、男性バージョンも見てみたらもうめっちゃすごい、すごいよ。だから美容室って大事なんだってすごいね、また改めて思いました。すっごい、まあ髪の色味とかもあるんだろうけど、いやー本当に上手な美容師さんっているよね。5523レベキおめでとう。私でも行きたいもんそこ。私も行きたいと思った、すごいねえ。いや仰天チェンジする動画ねあるよね。いやすごすぎる。とさ、メガネしててすっごいメガネの度が強くて、メガネかけてるとめっちゃ目が小さく見えてる人がね、外して髪の毛セットしてもらってパッて出た時、こんな顔だったんだみたいな。髪の毛切ってもらってもいいですか、わかんない、わかんない、結構私あのマイナーなやつ見ちゃったかも、うん、たまたまおすすめに出てきたやつ、多分それ王道のやつ、あれでしょ、あの、あ、すいません写真撮らせてもらってもいいですかの髪の毛バージョンね。午後日さん泣け待ってます。あさって赤抜けバーバーなってるかもしれない、なってるかもしれないね。松パ松エコ、女の子の、え、でも私まつげって、ま、めちゃめちゃ可愛くなると思うけど、びっくりするほどなんだ。松パ松エコ、私は松パしてます。わかる？でももうねこれ1ヶ月経ってるからね、なんかダメダメなんだよ、もう全部下がってるけど、あの人によってはさ、こう黒目の、 あの白目のところにまつげがバーってきて白目があんま見えなくて、あの目が開き悪いみたいに見えてる子って意外とたくさんいる。そういう子がやるといきなり白目の見える範囲がめっちゃ大きくなって、え、こんな目大きかったんだってなるかもしれない。まつげとネイルとかはでも本当私は、まあ、自己満足の世界でもあると思ってるんですけどね。もうね、自分が可愛ければええやーと思ってたんだけど、ね、そうやって変化がびっくりしましたって言ってるなら、やっぱまつげはやってよかったなって今思いますね。すぐ写真送れます、いい仕事しますね。一番はメンテナンスってこれだけ大変なんだってところです。あー、なんか1ヶ月に1回、まあ、ネイルもね、ネイル、まつげで、眉毛はあれ、私は眉毛アートしてるから大丈夫で、もうなんかもうね、数えたらもうキリがないよね。ホワイトニングやら美容室、まつげ、肌、ネイル、もういくらでもある。その中でね、自分が一番気になるものだけねやったらいいと思う。
ホタテ屋さんおめでとう、待ってました、待ってました。でも女の子は意外とそれが楽しかったりするから苦じゃないんですね。それどこでやったのとか、そのネイルかわいいとかね、言ってもらえるのが嬉しいから全然苦じゃないんですね。楽しいもんですね。女の子ってめんどくさいことたくさんあるけどね、その分ね意外と楽しいです意外と楽しいね。 楽さで言ったらね、絶対男性の方が楽、わかんないなんてことないから。でもそこまでなんかここねこだわるところは少ないような気はするけど、こんなに行かないといけない、こんなに行かない、いやーほんとあるよね。 TikTok とかでそういうさ、美容月に何してます、どれぐらいしてますみたいな見ると、いやこんなんしないやろーとか思うけど、実は意外とみんなやってるんだとか、お姉ちゃんも最近聞いて、何美容してるって言って、美容室はでもやっぱ月一は行くわって言ってて、やっぱ月一行くんだ、えらーいって送ったえらーい、私もちゃんと行かないと思って。ね、本当にコンタクト変えるだけでめっちゃ目の大きさ変わる。ね、月一偉いよね。私もそう思った。お姉ちゃんまあまあ忙しいから、よう、偉い、偉いって思って。仕事帰りとかにバーって行って、言ってたけど、わあ、すごいなと思う。ネイルはでも、ワンカラーだから適当って言ってたけど。私はね、もう趣味がそういう美容でもあったりするから楽しいけどね、なんかもっと詳しくなりたいなってめっちゃ思う。詳しくなりたい。月一とこや、えらい褒めてほしかったでしょ。えらい、周りから反響がすごかった。でもメガネがね似合う人もねいるけどね。私はリップアートはしてないけどいいと思う、全然してもいいと思う。あ、出入りありがとうございますえ、なくない、あるんだっけ出入り、ないよねえ、わかんない、なかったような、ないねリップアートなんかね、元の自分の唇の色にほんのちょっと血色を足したぐらいの色味をするのが多分よくて、なんかそれだけでメイクを全部リップしないで終わらすっていう考えだと結構なんかね、お洋服とかヘアカラーによってメイク変えたい人が女の子多いと思うんだけど、それができなくなっちゃうから、なんかリップアートして終わりって思ったら意外と違うなって感じ。まあ眉毛もそうだけどね、眉毛もそうだけど、まあ、気持ち楽になるなって感じ。すっぴんが可愛くなるって思ってるぐらいでいいと思う。だから意外と魔法みたいなものではない、眉毛もリップも。そう思うとやっぱね、いっちゃん可愛くなる方法はね、ダイエットだと思う。マジでそう思う。まああのね、苦しいって思ったらやんないけど、私ダイエットって人間変わるなと思う。まあ、やっぱダイエットしようと思ったら食べるものが変わって、食べるものが変わると肌とか髪の毛も綺麗になってとか、もういろんな連鎖で可愛く綺麗になると思う。でも平均が一番いいと思うけど、それ以上無理にガーって痩せようとする必要はないと思うけど、多少ちょい痩せぐらいは全然可愛い範疇だと思う。可愛い、うん、むしろその方がね本当は可愛いと思うけど、健康的なのがいっちゃうんですね。菅さんチョコありがとう。チョコレート、チョコレート、チョコレートはなんだっこ結局そうなるね、ダイエットだよね。ほんとなんかさ、まあマックとかね、マックその添加物をやめると
綺麗になりますよね、絶対。でもね、前職それがダメだけど、別に3日に1回とか1週間に1回とかは何も思わんけどね。こんばんは。全部コンビニの添加物で済ますぞとかはやっぱりダメだなって思います。食べるけど食べるけど、ラーメンは毎日は。でもすする TV さんがいらっしゃるから、まあどうなんでしょうね。ダメとも言えないけどな。ね、幸せだったら何でもいいって思うけど思うけどね。ズルズルね、すするいいよね。すするがなんかめっちゃ批判する、ラーメン屋さんめっちゃ批判するみたいなさ、あのネタで作ってるさ YouTube が面白いんですよ。ズルズル、僕が行ったらここは人が来なくなるぞ、ズルズルみたいな昔見たんだけど、それが面白かった。うん、なんか慣れるよね。なんか味のさ、味の薄いものいっぱい食べてたらさ、なんかちょっとした塩分でもさね、あ、ちゃんとしょっぱいって感じるようになるし、私はちゃんと最近そうなってるはずはず。あそこのラーメン屋苦手、えって言ってた。すするさん、すする TV、 まあね、美は外からじゃなくて内面って言いますから、あの性格から出る可愛い、綺麗、かっこいい絶対あると思う。でもね、意地悪ってようなこと思ってたら顔も意地悪になるし、なんか悪い雰囲気出るしね、いろんな要素がありますね。幸せそうに食べしたらもう可愛く見えるかっこよく見える、それはそう。ちゃんとラーメン食べてるところを動画にねバッチリ撮ってるので、ぜひ YouTube できたら見てください。うーん、内面から出る美しさは置いても、そうだね。なんかね、70代80代になってもすごい美しいオーラがある方いるよね。いる、すごい美しい人いる。すごいショートカットの美しい女性あ、ハリーポッターの先生とかわかる？ハリーポッターのすごい美しい女性の先生、あれ名前わかんないんだよね。でも本当に70代ぐらい、60代70代ぐらいの方なんだけど、すっごい綺麗な他人の人なのかな。ね、50年後どうなってるだろうね。でも絶対に今の積み重ねがその時に出るものだから気をつけようって思いますね。日焼けとかね、あとはちゃんと保湿ベタベタにしとくとかね。まあ、でも本当それぐらいで大丈夫だと思うんだけどね。なんか変に抗いすぎてもなんかちょっと怖いじゃん年相の美しさではありたいなと思いますが、ね、ハリーポッターのあのすっごい美しい人見てほしい。あと あれプラダを着た悪魔のあの編集長の方とかマジで綺麗だなと思う。ああいう人になりたいですね、50年後でももうさ、あれも国が違うからさ、国違うとちょっともうまた違うよね。多分紅白のあの最後の方に出てる演歌歌われてる美しい、なんだっけ名前忘れちゃった、石忘れちゃったとかね、女性だったらそっちを目指した方がいいな、日本人だったら。まあね、海外の血はもう全然全く違うからね、ちょっとまた予防法も変わってくるよね。多分日本人だったらここを気をつけた方がいいとかさ、気候によっても多分違うだろうし。
見た目ほど悪いやつあーでもたまにめっちゃ怖い、あの人大丈夫かなみたいな、え絶対怖い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 って人いるよね、たまにいるたまにいる、まれまれ。特徴ばかじゃ何もしてない。おーすごい、なんか浩平さんはマジ平和の象徴平和の象徴ですね。疲れるも嫌われるも、まあ、嫌われたい人もいるかもしれないしね、意外と一人が好きだから誰でも群れたくない、一人でなるべく距離を詰めるなっていう人も絶対いると思う。確かに。でもなんかこう清潔感ある感じでいたいですね。ではではここら辺で終わろうと思います。皆さんありがとうございました。1時間ほど配信させていただきました。ではでは、ほチリプレチョコ、チリプレハピチョコ、ハピチョコ覚えましたよっていう印、そしてもーもー海さんありがとうございます。カズくん、カズくんは何歳なんだろう、教えてね。ではではまた明日お会いしましょう。ライブランキング5位、マイコーさん、そして4位、タカさん、リボンのずっと昔から子さん、タカさん、そして3位に菅さん、猫ちゃんの菅さんです。そして2位、ももさん、ありがとう、予想5歳。そして1位、チリさん、ありがとうございます。あ、ヨウさん最後にありがとう、おー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 、すごいすごいすごい、ありがとう。奇跡の貴重なラーメン配信ですからね。ヨウさんありがとうございます。お、アッキーさんも最後ありがとう、ありがとうございます。わーい、みんなありがとう、いい花金ですね。あ、違う、もう土曜日だよ。皆さん土日あっちゅう間なんでね、大切に過ごしましょう。あきうきうき、そしてヨウさん、ヨウヨウヨウウウヨウ、すごい、よし、ありがとうございました。ルナちゃんもね、お大事にって言っておくね。よいしょ、最後ありがとうヨウさん、どすこいどすこいどすこい、どんどんお相撲さん書くの上手になってきました、ありがとうございます。あきうきうきうきさん、ありがとうございます。うきうきちた、ありがとう。そういえば最近めちゃお相撲さん、お相撲さんの人すれ違ってうわーってなったけど、あの恥ずかしいからあの見ないふりした。街中にいるとめちゃめちゃ目立つよね、お着物みたいな着て、わーって思ったけどって何も見てないって思って、嫌かなと思って見ないふりって思って、本当はって思ったけど、お疲れ様でした、ありがとうございます。最後本当にありがとう、もう終わっちゃうところにありがとうです。終わっちゃうよ、これまた明日、ありがとう、夜遅くまでありがとうございました。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、ではでは、おやすみなさいませ。写真撮りたいですよね。お、ライブランキング変わらん、でも多分ヨウさん最後ありがとうございました。
ウキさんもありがとうございます。おやすみなさい。ありがとう、嬉しいです。バイバーイ。5 4 3 2 1バイバーイ。